クロワークス。はい、どうもすぐるです。今回はこちらクロワークス号の油脂類交換してみようと思います。油脂類というのがエンジンオイル、 ATF オートマオイルですね、それと後ろのデフオイル、この3種類のオイルを交換していこうと思います。でね、なんで交換しようかなっていうところなんですけれども、これ実はね、旅動画ということで国道1号線、2号線、3号線の旅、これから企画していて、もしかしたらね、片道2000キロ近くなるような走行が予想されるので、その前にね、油脂類を全部交換しようということで、今回こちらの動画を撮ってみます。今回は日産のクリッパーミニキャブとかと一緒ですね、この車のオイル交換を説明するんですが、基本的にオイル交換っていうのはどの車でも大体一緒なので、よかったらね、皆さん自分でオイル交換をする参考にしていただければと思います。今日はね、あいにくの雨、外が雨ということで、本当はね、ガレージの中のもの、バイクとか外に出してね、リフトを使いたいんですが、バイクたちを雨に濡らしたくないということで、しょうがないんで今日はジャッキアップして下に潜り込んで作業しようと思います。はい、ということで今回入れるオイルはこちら、トヨタのキャッスル OW30 の部分合成油かな。ネットで結構安く売ってます。20リッターで5、6000円かな。かなりね、お得なオイルなので、すぐるはいつもペール缶20リッターで買って、乗ってる車とかね、友達の車とかね、オイル交換してたりします。はい、ということでこれでから作業を始めていくんですけども、すぐるのクロワークス号、年式が平成20年の、走行が今7万キロちょっとかな。まあこういったところでね、定期的にオイル交換してあげることで、もう少し乗りたいなっていうところなんで、これね、大事に乗れるようにこれからちょっと整備をしていこうと思います。はい、ということでね、作業するときはジャッキだけだと危ないので、こういった形で馬をしっかりかけてあげましょう。で、四輪がね、しっかり地面についているかどうかも、こういった形でハンマーで叩いて打音で確認する。あとはこれで簡単にずれたりしないかっていうのを確認したりするっていう方法もあったりするんで、参考にしてください。あとね、この引いてるゴム何っていうと、これね、スグレが以前にバーストさせてしまったタイヤね、グラインダーで切り取ったものです。ドリフトしてる車みたいにタイヤスモークむちゃくちゃ出ましたけど、まあこういったところだったりね、荷重のかかる車体を支えたりするときに使うゴムとして利用してます。まあこういうところのワイヤー出てきたりとかして危ないんですけど、タイヤのゴムっていうのは丈夫だっていうことでね、これかなりおすすめです。で、エンジンオイルなんですけれども、エンジンオイルのドレンボルト抜くところっていうのがここですね。ここを緩めるとオイルが抜けてくるんですが、その前にやっておくことがあります。はい、ここね、よいしょ、ここですね。ここがエンジンオイルを入れる給油口となっています。なんでね、下側から抜いちゃう前にここを確認したかというと、この2つオイルを入れる口というところが確保できないのに、オイルを抜いてしまってね、万が一ここが開かなくなってしまった時っていうのは、オイルをね、注入することができなくなっちゃいますね。注入することができなくなっちゃうと車を動かすことができなくなっちゃうんで、オイルを注ぎ込む場所を確保してからオイルを抜くっていうことをするようにしてください。オイル抜いてる最中なんですけれども、今回は合わせてこれエレメントですね、中に入ってるオイルフィルターっていうのも一緒に交換していこうと思います。で、このオイルフィルターどこにあるかというと、今オイル抜いてるオイルパンがここですね。そこの上を見ていくと、よっ、見えました、ここですね。これがオイルエレメント、オイルフィルターと呼ばれるやつですね。これを交換していきます。で、交換するのにはこれ、ちょうどそのオイルフィルターのサイズに合ったカップと呼ばれる回すものもあるんですけども、スグレはね、いろんな車種使うことがあるよっていうことで、こういったね、いろんなサイズに適合したアタッチメント使ってます。これもね、そんなに高くないものなんで、これ1個持っても悪くないかなということで、これ買って使ってます。でね、新しいオイルフィルターはここにビニールついてたりもするので、このカバーを外してあげて、で、大事なのがこのゴムの部分ですね。
このゴムの部分っていうのがギュッとねネジで締まって触れ合うことでここからオイル漏れを防ぐものになっているので、くっつけるときにここの隙間からオイルが漏れ出さないように、最初にねこのハイオイルでいいです、全然ね新品のオイルでもいいです、いいんですけれども、馴染ませてあげて手で締め込んであります。これね先ほど言ったあのカップを使って締めたりとかする人もいるんですけれども、スグルはね利き手が右手なんであれなんですけど、手締めでね締められるところまで締めてよしとしています。よいしょ、はい、これで OK ですね。あとはねだいぶオイルがだらーっと垂れちゃってる状況があるんで、ここを掃除してあげてね、先ほどのここのドレンボルトも締めてあげようと思います。はい、ということで今エンジンオイルを抜き終わるところまで終わったんですけれども、ここでね一旦車両を馬から下ろしてしまおうと思います。はい、ということで車両をね下ろし終わりました。でこれ下ろした後に新しいエンジンオイルを入れてあげて、オイル量っていうのを確認していこうと思います。はい、ということでいつもねスグルが使ってるのはオイルを注入していくためのこういったポンプですね。ネットショッピングかなんかで安く売ってたりもするんで、かなりおすすめです。エンジンオイルに関しては使用頻度も多いということで、こういったねポンプ式のものを使って注入しています。でね、常にジョッキの中にオイルが入ってるんですけれども、このオイルに関してはねこの間愛車のスペーシー120を交換した時の余りのオイルです。これはねバイク用のオイルなんで、極圧剤が入ったちょっとねあのこのキャッスルよりもいいオイルっていうことで、今回はねその余ったオイルを特別にクリッパーの方にも、入れてみてみようと思います。今回はね一緒にオイルフィルターも交換したということなので、3リッターじゃまず足りないと思うんですけれども、まずはね3リッター入れていこうと思います。ここがオイルの注ぎ口です。でちなみにこれ1回ね外したところ、手の届く範囲でいいんで、ついたオイルなんていうところを拭き取ってあげるといいかもしれません。この注ぎ口からオイルを注いでいこうと思います。はい、ということで3リッター入れ終わりました。でこれ入れ終わったらね一旦エンジンを軽くかけてね、ちょっとの間回してあげます。ということでエンジンの中にね注入した新しいオイルがぐるっと行き渡りました。でねここちょっと見えづらいと思うんですけど、ここによいしょオイルレベルゲージっていうのがついてます。でこのオイルレベルゲージを抜き出してあげて、よいしょ一回ね綺麗に拭いてから差し込んであげる。でオイルの位置を見てあげると、切りかけのところにオイルがちょこんとついてるの分かりますかね。これがエンジンオイルの中のオイルの量を測るところです。切りかけのこの下側が一番量が少ない時、こちら上の方が量が多い時っていうことになってます。こうやって見るとねあのちょっと量がしっかりぴったり多いところまで来てるんですけれども、オイルエレメント交換してこの量だとね少しね不安なので、もう一回エンジン回してみようと思います。はい、これでオイル行き渡ったと思います。もう一回レベルゲージでね量の確認をしてあげます。もう一回ね量入れてみたんですけれども、ちょうどね上側の切りかけのところまでオイルが来ています。もうちょっと入るかなと思ってたんですけど、3リッターでちょうどいい量入ったみたいです。人によってはこの切りかけ2つ部分の真ん中あたりでいいよっていう人もいるんですけれども、スグル個人的にはあの多めに入ってる方がいいかなと思うんで、冷感時エンジンがねそんなに温まってない状態でも切りかけ上の方付近まで心がけて入れています。エンジンオイルの量はねそのままね300ミリ 300cc とかね、それぐらいの量が違ったとしてもそんなに神経質にね量を測らなくてもいいものなので、ちょっと多めに入るようにしています。ということでねエンジンオイルはこれで完了です。はい、こちら ATF ですね、オートマのオイルでございます。これもね
それでなぜだかね、そんなに ATF 交換しないのに、俺も20リッターペール化で購入してしまうっていう状況があったんで、まあせっかくだったらね、長距離走る前に交換しようってことで、これも一緒に交換します。